余命数ヶ月あかりの恋に点滴で服用する患者たち。被害者の甘い期待を患い介護の機会をためらうドクター。ゆえんなど行方知らず未知の病巣に伏す患者たち。発熱が死因されば早期に躊躇すべきだったと知る放火犯。この心に穴が開いたくらいなのに、たったそれだけの違いなのに、あなたの背中に滲んでくる恋が枯れそうもないのはどうしてなの。持ち腐れの恋に馴染まえん迷路こう患者たち。加害者の荒い治療に耐えない伴侶たる者はと悟るべし。赤い糸を肩結び故に首を締め合う患者たち。呼吸ができないされどほどけない本心に半ズマ睡眠すがっている。ただ心の水をそっと追いたくて、それだけの違いなのに、この風を当てたとしても変えられない。あなたのぬくもりは待っている。病名は